かな。今日もおっちゃってかね、鹿が。あ、おっちゃってないわ、今日。どうしたんかね。あら。ああ、一人おった。ほら、そこへ。おはようございます。お邪魔します。よーし。はい、おはようございます。さあ、2連休も明けて、今日は9月、17日、火曜日です。今週も1週間よろしくお願いします。はい、今日はね、休み明け、朝から宮島の方に向かってます。ちゃんと宮島の島に渡る感じですね。これから、今広島駅のあたりにいるんですけど、廿日市まで移動して、で、宮島口からフェリー乗って渡りたいと思います。はい、今日ね、ちょっと GoPro が充電がまだ満タンになってなくて、今 iPhone で撮影してます。はい、iPhone でね、やってますけども。はい、とりあえずどっか、まあ、どっか言うても、あ、このローソンでコーヒーを買いたいと思いますね。うん、佐賀田パーキングエリアのローソンで。今日乗っていくフェリーは松田駅線、旅客船の方じゃなくて、主に、トラックとか車を乗せて走るフェリーって言えばいいんかな。JR の方じゃない分かな。そうそう、乗り口が違うんですよね、人は乗れんことはないんですけど、多分おそらく、カーフェリーみたいな専門みたいな感じなんかな、ちょっと僕もよく詳しくは分からんのですけど。はい、今ねカメラを外向きにしました。もうこれ以上左にカメラを触れんのんですよね。ドアピラーのとこへ、ある取っ手のとこへ、持ち手のとこへつけとるんでね、スマホのマウントを。もうこの角度が精一杯です。はい、平和大通りの仮、今日は久々にこのルートで来ました。最近ずっと国道54号線城南通りから、国道54号線に入って蘇郷の前通って大手町のあたりを抜けていきよったんですけど、今日は中央通りを抜けてきました。僕はねやっぱこのルートが一番慣れてますね。そう、僕が会社入ったこの会社に入社した当時いた先輩がもう大体この道で、西方面に行くときは廿日市とか五日市とかあっち方面朝市行くときはこのルートだったんで、もうそれが染みついてね。そうそう、危ないね、結構狭くなっとるぞこれ。入り口にトラック止まっとるんで、これ俺普通車じゃけいいけどさ、大型だったら結構際どいぞ。よいしょ、目の前止まるとこ開いとんのにね、来た時開いてなかったんかね。よし、今日もここ止まろう。よし、よし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 あ、狭いな、結構狭いぞ。ちょっと待って、これあんまりこういう折り方は良くないんだけどね、狭いから。ちょっとトイレしてこよう。買い物終了。
きましょう。水のね、でっかい分がなかったんですよね。でっかいペットボトルがなくて、ちっちゃいのしか買えんかった。あとこれ、安いやつ。ブレンド。微糖よね。うまい。さあ、あれ行きますか。見えてきたぞ、宮島が見えてきたぞ。絞り込みでちょい渋滞。山陽道は広島と志和の間で事故、上りの方がね。そう、今日一人西条方面向いて行っとる運転手さんがおったんで、さっき無線で言ったね、乗るときはまだあの表示が出てなかったんですけどってね。そうそう、多分今渋滞に巻き込まれたんじゃないかな、うん、今ねずっと3速でもう10キロぐらいで走ってます。ノロノロ運転です。今ね、あの看板が出てましたけど、 JR のフェリーとあと松田駅線がやっぱあるみたいで、松田駅線の方が背が高いんですよね。だけちょっと背の高めのトラックでも乗れるという感じ で、 JR の方も車は乗用車ぐらいはね乗れますね。この間僕行き品も帰り品もね初っ端は JR で行ったんで、でその数日後行った時は松田駅線で行ったんですけど、そう、トラックの方は松田駅線の方がいいみたいですね。高さ制限があるんで。宮島松田駅線はここで左折です。もう覚えたけんね。あれ、グリーンライナーが終点に入っていきました。うわ、協定、宮島協定の、うわすごいな、いっぱい並んどるじゃん蹂躙が。はい、じゃあここでちょっと船券を買います。車検証いりましたかね。車検証いらんすよね。5メーター未満ですけどね。はい、いつも、はい、3号で行けるんですけど。はい、はい、こちら訪問税と合わせて領収が2万でございます、はい、5メートル未満のアンクと訪問税のチケットでございます、はい、ありがとうございます。その後ろおればいいですかね。右で、あ、わかりました。はい、
はい、どうも。はい。あっち。ちょっとフェリーが来るまで仮眠しましょうかね。300メーター向こうぐらいに今フェリーが来よるのが見えるんで、あ、日差しがあったかい、ポカポカ。50秒ぐらい寝たかな。フェリーがやってきましたね。よし、じゃあ8時25分フェリーに乗船します。宮島松田行き船です。有効高 4.2 メートルですね。よいしょよいしょよいしょ。こっち、はい、どうも。待っとるな、トラック乗り切れてないわ。俺のせいか。なことはない。よし、この中涼しいんかな。撮影禁止とは書いてない。よし、宮島到着しました。所狭しと車両が乗っかってますけど、結局全部乗らんかったんかな。よし、さっきおった一番後ろに止まっとった資材屋さんが乗ってない気がするわ。低いダンプは乗れんだろうな。バンパーはね、大型ダンプとかのウィーンって自動でバンパーが上に上がる分もあるけど、そうじゃないやつはこれ乗れんかもしれんな。ゴリゴリ言うてこれ下当たるわ絶対。よいしょ。帰りもね、こっからまた松田駅線乗っかって帰ります。さあ現場まではあと車で2分3分走りゃ着きますんで、
さあ最後鹿でも見ますか。鹿でも眺めながら現場まで行って動画は終わりにしましょうかね。まだちょっと暑いよね。宮島るくんはまだ暑いわ絶対。10月の終わりぐらいに来りゃいいんじゃないかな。10月の頭は多分暑いよまだ。ほんまに。よいしょ。よいしょ。ここから山道です。山道島道島の山道です。よいしょ。そこのねちょうど今のそこの目の前の曲がり角のとこへだいたい鹿がいつもたむろしとんですけど、今日もおるかな。今日もおっちゃってかね鹿が。あ、おっちゃってないわ今日。どうしたんかね。あら、ああ、一人おった。ほら、そこへ。おはようございます。お邪魔します。よいしょ。鹿がおらんかったね、一人しか。誰かみんな具合でも悪いなったかね。ウォーキングされてました。わあ、ガードレールが折れとる。誰かぶつけたか。わあ、危なかったね。ここ左はもう崖じゃんかよ。あ、右か。危ない危ない。あら、車が下がってきよるね。あら、どうしちゃったこれ。U ターンしようと思ったんかな。俺の後ろにも車がおるんですよ一台。そうそう、この先広いところがあるんでね、そこで U ターンすればいいと思いますよ。十分広い、あの駐車場みたいな広っ端があるんで。間違えたかね。いや迷うよね。そう、宮島に来てこんな道走るみたいな感じじゃもんね。もっと商店街とかね、宮島のああいうのをイメージするでしょうけど、で一歩商店街の方、住宅地の方入りゃ狭いしね、すごい。あ、降りていっちゃった、下に。あ、おった、鹿。ああ、ちょうどカメラの角度でエッと映らんわ。今日はここへたくさんおっちゃった。溝の中にもの帰りちょっと取ろうか。はい、じゃあコンテナ入れ替え完了しました。じゃあまたフェリーに乗ってね、ドバに向いて帰りますけど、なんかねここ今コンテナ置いとるとこにもともとねフレコン置いとったんだって。大きな土のそれに廃材を入れてこの広場に置いとったら、鹿がねそのフレコンの紐をほどいてね、で中のゴミを廃材を出して食べようとして、おでここの広場中にね結構くしゃくしゃに散らかしとったらしくてね、結構大変だったみたいです。でそれでうちのコンテナを置いて、ほんでカバーシートをかけてから置いとくようにしたみたいなんですけど、そう、賢いね鹿って。あの紐ほどくらしいですよ。うん、はい、ということでじゃあまた桟橋の方向いて帰ります。最後ちょろっとさっき鹿がおったんでね、あこ取って終わろうと思います。はい、じゃあね鹿さん、バイバイ。いっぱいおるわ、かわいい。はい、ということで今日は、宮島に朝っぱらからコンテナ入れ替えに来ましたよという動画でした。ご視聴ありがとうございました。また明日。